横浜海洋会館は神奈川県横浜市中区海岸通り一丁目に所在する建築物である。日本大通が海岸通りと突き当たる現在の海港資料館前交差点付近に大倉商事横浜出張所として1929年に建設された。海洋会は1935年に野毛山に横浜支部会館を設けたが、 第二次世界大戦により消失した。1951年より新会館開設のための基金の募集を開始し、1958年までに9会館の敷地の売却代金などを含め990万円の基金を集めた。財団法人日本繊維福利協会と共同で大倉商事ビルを購入し、1959年2月5日に会館披露を行った。 日本船員福利協会は1978年に日本船員福利雇用促進センターに改装している海岸通り一丁目の街並み通り沿いに手前から昭和ビル、吉光満マンビル跡、横浜海洋会館横浜貿易会館褐色のスクラッチタイルを基調とした外観で通りから見て右に隣接する横浜貿易会館と似た外観を持つ 左側のキッコーマンビル、昭和ビルと共に昭和初期に建設されたスクラッチタイル張り3階建てのビルが4部に連続する景観が形成されていたがキッコーマンビルは2000年に解体された。本館の地下1階、地上1階は SECOJ の専有部分で2000年6月まで専員サービスセンターとして使用された後テナントが入居している2.3階は 海洋会の専有部分で、2階は横浜パイロットクラブと国際会事件停車、3階は横浜マリンクラブが沈着する他会議室が入る。ありがとうございます。